はい、こんにちは、まめと申します。恨みっこつぐのひーたん2第3話実況プレイ、初めからやっていきたいと思います。第2話が西野ゆいちゃんたち、結局どうなったんだろうね。ゆいちゃんも取り込まれちゃったのかな。あの安藤くんに追われましたもんね。あー、どうなってるんだろう。第3の犠牲者は誰だ。あ、え、これゆいちゃんしてんじゃない。あいあいあい、あ、続きからだじゃんね。噛んだし、思いっきり斬新な足音がするよ。どうしようどうしよう。どうするの、ゆいちゃん。いった。見つからずに済んだ。安藤くん、バットで教室の引き戸を壊して入ってきた。もう、教室も安全じゃないのね。放送室の扉、あそこは鉄製だったはず。放送室に行こう。はい、シフトキーで、まあとりあえず、シキコちゃん本当にどうしちゃったの？いなくなっちゃって、村岡さんどこへ行っちゃったの？本当に。はい、まああれ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 、あ、行きましょうか。うーん、ぶち破られてる。安全なところなんてない。もう教室にも音量は入ってくる。隠れられる場所探しながら行かなきゃ。次の教室に一応移動しても入ってくるでしょう。扉がないし。うちだー。はーい、内田先生。フェイドアウトしていきますよね。今度は私につきまとうの。横向いたらいないよね。このね、振り向きざまにいるのが本当に一番驚くからね。あれ？隠れれる。え？やだ、この視点。バッて覗き込まれたら本当に怖いんだけど。チャイムが鳴り終わるまで隠れていよう。お前は私、内田先生、お前も私を引きずり込もうと。お願い、どこかへ行って。まだ鳴り止まない。怖い、この。やだ、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 やばい、やばいって、やばいって。ハートマークいらない。ハートマークブロックいらない。いやー！ダメだった？あそこに隠れちゃ。どうなったの？みずほ、もしもし、さっちゃん？私みずほだよ。みっちゃん、みっちゃんってそういえばさ、最初の時に出てきたっていうか名前だけなんだけど。ねえねえ、 3A の木島さんって行方不明になっちゃったじゃない。さっちゃんが学校に来れなくなっちゃったのも、その時期だったよね。あ、三倉幸に電話してんだ。さっちゃんなんか知らないかと思って。みっちゃんどこから電話してるの？え？学校だよ。
今生徒会が終わったとこ。学校？学校から電話してこないで。え？どうして？キャー！チャイムが怖いんだ。サチ、何やってるの？もしもし、ごめんなさいね、みずほちゃん。ああ、お母さんかこれ。サチ、まだ体調が良くならないのよ。また声かけてやってちょうだいね。さっちゃん。もしかして、本当に何か知ってるの？何かの事件に巻き込まれたとか。それを知ってて、誰にも言えずに苦しんでいるんじゃ。なんて書いてんだろう。保護者、教職員、生徒の皆様。背景、当校では6月に入り、生徒3名、教員1名、合計4名が失踪する事案が発生しております。事件性が懸念されるため、保護者及び、警察関係者の協力を得て捜査捜索をいたしておりますが、未だ4名は見つかっておりません。いずれも、夕刻にいなくなっており、帰宅途中を狙った犯行とも見られております。今月に入って4人いなくなった。3A 木島かな子さん、 3B の野球部安藤京介くん、 3B の担任内田久美子先生、 3C 野球部マネージャーの西野由衣さん。全く手がかりが手がかりなく消えてしまった。警察や先生、大人たちはみんな毎日夜中まで対応に追われているようだった。でもさっちゃんは何か知ってる。私どうしたらいいんだろう。みっちゃん、第3話、怖怪しみずほちゃんのお話ですね。みっちゃんも引きずり込まれちゃうのかな。夕刻に何か事件があるから夕刻まで。今日はさっちゃんの家に寄っていこうと。なるほど。今日は会えるといいな。はい。みっちゃんだーしゅー。はい。あ、いつまで一歩行き過ぎてしまうんですよ、本当に。はーい、学校出まーす。もう夕刻だからしきこさんがもうびっくりした。あ、お母さんね。おばさん、これ学校からのプリントです。いつも悪いわね、みずほちゃん。クラスが違うのに幸のことを気にかけてくれて。いえ、だって小学校の頃からの親友ですから。あの、おばさん、幸ちゃんはまだ元気にならないんですか？ずっと部屋に閉じこもったままで出てこないのよ。うちはお父さんが早くに死んじゃったでしょ。幸、何か悩みがあるんだろうけど、こんな時にどうやって接していいのか私もわからなくて。おばさん、幸ちゃんはきっと大丈夫ですよ。おばさんのお守りをもらってすごく嬉しかったみたいなんです。その後勉強もすごく頑張ってたんですよ。今はちょっと元気が出ないだけです。ありがとうね、みずほちゃん。サチも喜ぶわ。これからも親友でいてやってちょうだいね。
うん、おばさん。さっちゃん、どうしちゃったの？え？はい、オープニング。どうやってみずほちゃんは飲まれていくんだろうね。まあでも同じ感じで放課後遅くなっちゃったら、今のがさっちゃんかな。え、さっちゃんと一緒に誰？誰？新しい、なんか、もうね、これね、やってるときすごい背後が気になるんだよね。はい、恨みっこ次の日ターン2第3話幕開けです。しまーす。はい。ゆいちゃんが本当に気になる。大丈夫かな。あ、あー、さっちゃん今日も会えなかったな。掲示板に書き込んだ SM ってさっちゃんなのかな。しきこさんに連れ去られるってどういう意味なんだろう。しきこさんってあの噂の幽霊だよね。どうしてあんなこと書いたんだろう。すごい、でも夕焼けが綺麗。みっちゃん、え、え、おい、近い。あれ？さっちゃんですか？さっちゃん？そうだよ。サチだよ。もう外に出て大丈夫なの？うん。いろいろとごめんね。あのね、みっちゃんに調べてほしいことがあるの。一緒に学校に行ってくれる？なんかやばい、体乗っ取られてんじゃない？大丈夫？え？いいけど。よかった、それじゃあ行こう。なんかさっちゃんの印象が違う気がする。まるで別人のような。ねえ、さっちゃん、どうして学校に来なくなったの？何かあったの？みっちゃん、3年 B 組の青いシミって知ってる？あれを調べてほしいの。青いシミ？なんで？とにかく3年 B 組の前まで行こうよ。うん。3年 B 組、今 D か。こう進んでいったら B が一番奥か。OK。ありますね、これですね。さっちゃん、青いシミの前まで来たよ。何を調べたいの？あのね、みっちゃん、しきこさんってね、学校で話しかけられた人を闇の木造校舎に引きずり込んじゃうんだよ。しきこさん？さっちゃん、何言ってるの？ねえ、みっちゃん、3年 C 組の西野さん
行方不明になっちゃったでしょ。うん。今も闇の木造校舎にいるんだよ。え？今もずっと一人で逃げ回ってるの。ねえ、助けてあげてよ。さっちゃん、どういうこと？みっちゃん、私ね。私も闇の木造校舎に連れ込まれたの。え？それ以来、しきこさんが怖くて学校に来れなくなっちゃった。でも、みっちゃんと一緒なら西野さんを助けられると思うの。だって小学校の頃からの親友だもんね。さっちゃん。さっちゃんがそんなこと言うなんて本当なんだね。私信じるよ。私たちずっと親友だったものね。ありがとう、みっちゃん。さ、一緒に行こう。この青いシミは、しきこさんの力が現代に侵食し始めているんだよ。だからどんなにこすっても落とすことができないの。これに触ったら連れて行ってくれるよ。さっちゃん、わかった。はい。廊下が伸びた。闇の木造校舎はその先だよ。走る。もう振り返らずに走って行ってやるんだから。さっちゃん、この引き戸って。闇の木造校舎はその先だよ。西野さんが待ってるから早く行こう。うん、わかった。とうとう入ってしまった。さっちゃん、真っ暗だよ。ここは死の道だよ。みっちゃん、このまままっすぐ進むんだよ。わかった。扉が見えたらそこに入って。噛んだね、噛んだね。さっちゃん噛んだ。うん、わかった。じゃあ死の道をまた戻るんだ。戻っちゃうのに。扉が見えた。入りたくないけど入ります。ゆいちゃんを助けるために。はい。さっちゃん、ここが闇の木造校舎なの？あれ？さっちゃん？え？扉がなくなってる？どうして？さっちゃん、いないの？どうしよう。さっちゃんに言われるままに来ちゃったけど。ここってどういう場所なんだろう。教室内を調べてください。キャンセルキーでメニューを開けますと。あ、充電があるじゃん。充電器持ってきてよかった。どこかにコンセントないかな。スマホ、あ、充電が切れてるんですね。電池切れ、こんな時に。了解した。まあ、とりあえず地図が入ってんじゃないですよね。これって地図？はい。2年仕組みってここだよね。やだな。早く2年4組に行こうと。青樹街中学校。
噂だと昭和44年に失踪したのが四季子さんだったはず。旧校舎が取り壊された時期と一緒だよね。この校舎と何か関係があるのかな。地図を手に入れた。教室、次の教室へ移動してくださいか。こう言って。このね、地図の見方が本当にね、未だに分かってない。こうだ。よし、行きましょう。でい、ここ廊下なの？なんだろう、このチャイム。すごく嫌な感じ。地獄の底から響いてくるみたい。ここ、誰もいないのかな？誰か、すみません。誰かいませんか？え？小林さん？え？あ！西野さん？小林さん、こっち。机の、早く机の下に隠れて。机の下、どうして？いいから、早く！西野さん？西野さん、どういうこと？あれって何なの？小林さん、チャイムが鳴ってるうちは絶対に出ちゃダメだよ。怨霊に変わったみんなが襲ってくるから。怨霊って。私たちは四季子さんに話しかけてこの闇の木造校舎に引きずり込まれたの。安藤君、そして内田先生は殺されて怨霊になっちゃった。そんな。もしかして A 組の木島さんもいるの？木島さんって？元の学校だと4人いなくなったってことになってるの。安藤君、内田先生、西野さん、そして A 組の木島かな子さん。木島さんはプチ家出だって言われてたけど、多分一番初めにここに連れ込まれたのね。島さん、多分合ってる。え？もう本領になってたよ。そうなんだ。西野さん、ここから一緒に帰ろ。でもどうやって？A 組のさっちゃん、みくらさん、途中ではぐれちゃったけど、さっちゃんも一度ここに連れ込まれたんだって。だから、きっと帰り道を知ってるよ。本当？そうだよ。一緒にさっちゃんを探そう。うん。ありがとう、小林さん。私のこと探しに来てくれたんだね。そうだよ。心配したんだから。本当にありがとう。
小林さん、次の教室に移動しよう。地獄のチャイムはずっと鳴り続けているの。もう鳴り止むことはないんだと思う。机の下に隠れながら次の教室に行こう。放送室、あそこは鉄の扉だったから安藤君のバットでも壊せないと思う。放送室まで行こう。わかった。決定キーで机の下から出られます。はい。あー、うぇーい。音量が出現したら決定キー出れんだね。振りほどける。待って、一歩こっちでゴーですね。こっちで合ってんの？合ってんの？わかんないけど合ってる気がする。信じるー。はい、決定金連打。安藤くーん、お下お原稿。はい、放送室までね、ここはね、道のりがね、長いんですよね。あれー、違う気がする。戻って戻って、こっち。ちょっとね、微妙に覚えたような覚えてないよ。安藤くーん、お下お原稿。はい、ちょっと教室に隠れて。うわー、びっくりした。なんてこと、ほんとに。見つからない机に隠れなきゃ。どれもやばいじゃん。放送室に行って早くセーブしたい。私に安息の地を。待って、階段。西野さん、どうしたの？ここに上りの階段なんてなかったのに。え？もしかして学校の構造が変わってるの？多分そうだよ。放送室までたどり着けるかな。とりあえず一旦ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ではバイチー。